ぱりなんか今さっきね、やっぱひどいなと思ったのは、まあこれ自民党のですね、石原伸晃幹事長がですね、医療患者についてね、エイリアンのようだっていうことを、なんかそういうことを、BS 朝日の、テレビ番組ですか ?BS のね、その、なんか番組で言ったっていうことで、そのなんかこの石原伸晃がですね、これ胃ろうっていうのは、そのお腹にね、穴開けて、その栄養剤を送ることを胃ろうって言うんですけども、そういう人たちを見てですね、その見学した際に、意識がない人に管を入れて生かしている、病院で何十人も寝ている部屋を見せてもらった時に何を思ったかというと、映画のエイリアンだ。人間に寄生しているエイリアンが人間を食べて生きているみたいだという発言をね、なんかしたっていうことでね、なんかほんとなんかね、何考えてるのかなと思いますね。だからこの医療患者をね、そのエイリアンに例えるっていうのはとんでもないし、こんなもんその、毒舌タレントでも言わんぞというぐらいね、もうちょっとこう頭の中で、言っていいこと、悪いことを整理してね、ちゃんと喋れよと思うんですけども、やっぱりその辺がね、お父さんの石原慎太郎に似てるのかなと。大丈夫かなと。なんか、伸晃の方がなんかエイリアンにやられてのちゃうかっていうぐらいね、本当なんかね、何考えてんのかなと思いますね。これ別にその毒舌タレントっていうかお笑いタレントでも何でもないですからね、この石原伸晃っていうのは。の歴史とした政治家であって、この間まで与党だった政治家でね、要職についてた人が、こういうことを言ってるっていうので、本当やっぱり日本の政治レベルっていうのをね、なんか本当、嘆きたくなるなと。この間なんか、休み時間中っていうか、勝手に国会抜け出してなんかコーヒー飲んでたいうのも言ってましたけども、休み時間で国会の議論してる間にね、コーヒー飲んでたよね。まあそれもとんでもないと思うんですけども、やっぱこの、エイリアン発言っていうのはですね、なんか、やっぱもう自民党がこう、末期症状なのかなと。本当なんか今石原慎太郎とか、ね、慎太郎のね、石原慎太とか、橋本市長の大阪維新の会のがどうなるかって言われてる中で、もう自民党というのは埋没しかかってると。もう存在感がなくなってきてですね。まあこの石原伸晃もですね、石原慎太郎がね、新党を作って橋本さんと連携するかどうかっていうのをですね、まあちょっと、お父さんは利用されてるみたいなことを言って批判してましたけども、まあ、こういうね、医療患者エイリアンだみたいなことを言ってる伸晃のおる自民党に、だったらですね、それは石原新党の方に移った方がいいんちゃうかと思いますけどね。まあでも伸晃も、これなんか、責任取らなあかんのちゃうかなと思いますね。いくら野党とはいえですね、やっぱりこれはかなり医療患者の方たちを侮辱してるんじゃないかなっていうことで、僕は、そのね、まあ、幹事長は辞めるべきなんじゃないかなって思いますけどね。まあ、きっちり責任取るかどうかね、ちょっと見とかなあかんのちゃうかなと思いましたっていうことで。